愛知県立東海南高等学校は愛知県東海市にある北半島で3番目の学力の県立高等学校である。交渉は東海市の死の木であるクスノキがモチーフとなっている。また、学校祭のことをクスノキ祭と呼ぶなどクスノキが学校のシンボルでもある。スクールカラーは青み緑。東海南高等学校のことを東海南。 東南と略すこともある。校風は近隣の愛知県立横須賀高等学校や愛知県立半田高等学校と比べて比較的自由な校風であるが課題等は多い。また、授業進度も上記の高校に比べ遅く自主性を尊重している学校である。豊かな知識と素直な心を持った人間社会秩序を守り、たくましく生きる人間明るく、 ひたむきに努力する人間この校訓は、正面玄関前の校訓費、体育館、各教室に置かれている。男子黒爪入り標準学生服売指定会金シャツ、または長袖シャツ女子のオコンセーラー型、白セーラー型特徴 PT という属に言う、総合的学習にあたる時間があり、その発表も学校行事となっている。高技であるバレーボールを年2回、 7月と3月に2日かけて行われる。全員参加であり、6から7人のチームをクラスメイトで作る。クラス対抗ではないので、同じクラスのチーム同士が戦う場合もある。教師も参戦する。また、各クラスで独自の T シャツを作り、大会で着用することが認められており、ほぼすべてのクラスが、各クラスのユニークな T シャツをユニフォームとして着用し、 大会に参加している。大会は、1日目は予選、2日目は決勝まで行う。バレーボール大会をバレライト略すことも多い。バレーボール大会をモチーフにしたマスコットキャラクターとしてバレナンが存在する。年に1回、9月中旬に行われる文化祭及び体育祭を合わせたものがクスノキ祭りである。3日間かけて行われ、2日間は 文化祭、1日は体育祭に充てられる。また、有志の生徒の発表もある。文化祭は各、クラスごとに催しを行う。内容は、レポートの掲示、食品販売、ダンス、演劇、自主制作映画、合唱など、各、クラス様々である。体育祭は、学年対抗だけでなく、団体校の競技もある。特典は、競技によるものだけでなく、 応援団といった講演も評価される。応援団は夏休み前に有志が集められ、夏休みを使い練習、完成させる。一年の最初に行われる友好関係を築くことを目的とした日帰りの校外学習である。生徒は校歌の合唱を競うという名の下、校歌を覚える。二年の六月に行われる二泊三日の校外学習である。行き先は神戸、 広島、四国また、クラスごとの出し物の発表が行われる。3年の4月に行われる日帰り郊外学習である。目的は、新しいクラスにおいて友好関係を築くことである。行き先は、長島スパーランドとなっている。最寄り駅は、名鉄高和線の南関谷駅。駅より徒歩で約10分ほど。ありがとうございます。